ナオトです。夏美です。ラッコの森です。はい、というわけで本日廿日市応援大使が広島観光を案内してみた。実はね、夏美号はね、広島県廿日市市の応援大使なんだよね。はい、応援大使を務めさせていただいております。廿日市20歳の成人式の時に就任させてもらっているので。すごいね。もう5年ぐらいになりますかね。それどういう経緯で就任させていただいたんですか。わからない。多分なっちゃん可愛いけやっとけって感じ。そう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 、でしてもらって5年経つんですけど。すごいね。広島じゃ有名人なんですよこの子。いや有名人じゃないからちょっとね。あの広島で歩いてると、あのさっきもカシャ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 やばーやめて、全部嘘だから気まずい気まずい。ということでね、これちょっと実はもうちょっとお昼ご飯食べた後でオープニング撮ってるんですけど。美味しかったですね。はい、美味しかったです。電光石火っていうお好み焼き屋さんに行ったので、ちょっとその様子今から差し込みたいと思います。どうぞ。本日どちらにいらっしゃいますか。電光石火に来てる。電光石火に来ておりますか。え、これさ、去年来たところと違うよね。違う。あれはどこ。コテジューというお店に行きました。コテジューは私が一番好きなお好み焼き屋さんです。電光石火は。電光石火は広島で有名なお好み焼き屋さん。コテジューが一番好き。コテジューが一番好き。あのマヨネーズの味すごいするから。本日も楽しみにしていてください。楽しみ。はい、お腹すいた。お腹すいたね。どうぞ。うま。何もいただこうかな。味付けが濃くて美味しいです。美味しい。美味しいね。美しいね。美しいよね。フォルムがね、熱いんじゃなくて、それ。美味しいね。ナオノがたっぷりチーズに大葉トッピングしました。いい食べっぷりです。こちらがキングオブサファイア。どうぞ召し上がりください。美味しいね。何味。味、わからない。ホルモン入ってる。あ、そうなん、うん、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。美味しかった、ね、美味しかった。美味しそうでしたね。はい、美味しそうでしたね。美味しかった、美味しかった。めちゃめちゃ美味しかった。私のやつはホルモンが入ってるお好み焼きで、おすすめはたっぷりチーズの方が癖ないというか食べやすいんじゃないかなって。マジで美味しい、あれ本当に。そう、美味しいのよ。ちなみに花おかきがすごい電光石火が好きでよく食べに行っています。ちゃんのお家のね、はい、家族の皆さんですね。はい、なのでぜひ皆さんも広島に行った際は電光石火行ってみてください。電光石火ってさ、東京とかじゃないの。ちなみに、いや、東京駅にあるらしい。お、すごい、東京駅にもあるらしいです。そう、だからぜひ食べに行って、現地で食べるのが一番美味しいから、他におすすめのお店とか知りたい方はぜひコメントとか書いていただけたら、私が廿日市応援大使として応援します。はい、宣伝します。この後どこ連れてくれるんですか。はい、この後はですね、うん、やっぱ広島といえば宮島じゃないですか。宮島だ。はい、なので宮島にね、今から行きたいと思います。お、何行くの。電車。足がないけど。電車、おちんちん電車。そう、ヒロデンっていう JR じゃないんだけど、うん、あ、ゆっくりめな。そう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 、電車があって。来たじゃん、もう。あれ逆ね。あ、逆なんだ。そう、あ、こっちも来た。行ってきまーす。行ってきまーす。ヒロデン乗ってまーす。ありがとうございます。宮島、宮島の駅に着きました。切符をご購入しました。往復券ですね。大使さん、はい、これフェリーじゃないじゃないですか。大気船のやつ乗ってますけど大丈夫ですか。2個あるんですけど、宮島まで行く船で、はい、今日はね、 JR の方買おうっていう決断をしてきたんですけど、はい、買う時にまた間違えちゃった。去年来た時もね、うん、間違えてましたよね、うん、応援大使だから、まあ、最悪ね、応援できたらいいんです。廿日市を盛り上げられたらいいんです。切符が買えなくても盛り上げたら大丈夫ですから。じゃあ盛り上げてください、応援大使の。はい、じゃあ行きたいと思います。宮島、お船が来ました。すごい暗い。近いし曇ってるし。なっちゃん、宮島までさ、うん、泳いで渡ってきて。いいよ。うん、どうやって泳ぐの。じゃあ行ってください。行ってきまーす。あー、いざな。落下の森。イエーイ。
飛行機が飛びませんって。本日帰ろうと思っていた便が飛びません。どうしよう。シンプルに新幹線がしんどい。しんどいな。あー辛いね、今から宮島だというのに。大雪らしいです東京が。こんなに広島は晴天なのに。雪の湯の字もないよ、なんなら暖かいし。着きました。歓迎。宮島町って書いてありますね。宮島町ってことは住所があるってことですか。はい、こちらには住んでいる方もいらっしゃいます。あ、お家っぽいのありますもんね。はい。ちなみに、うん、宮島ってどういうところなんですか。宮島っていうのはですね、はい、やっぱり世界遺産よく聞かれると思うんですけど、はいはいはい、厳島神社がございまして、はいはいはい、ただいま工事中で、まあ、2023年ぐらいに完成されると言われているんですけれども。はいはいはい。夏美ちゃんが今うんこに行きました。うんこにうんこに行ったので単独のカメラで回したいと思います。僕も宮島すごい大好きなんですよ。実は来るのは3度目とかで結構来てるんですね。1回目はちょっとお仕事の関係で広島に来た時に友達たちと行ったんですけれども、2回目3回目はなっちゃんと一緒に来てますね。宮島のね、僕的ないいところは江ノ島味がある感じかな。ちょっとエモーショナルな気持ちになりますね。すごく宮島の好きな点はね、鹿さんがいることですね。今日なんかまだ鹿さんを見たいというか、ちらほらいるわ。あそこら辺にもまだ見えるかな。これですね、ここ鹿さん大好きなんですよ僕。可愛いでしょ。鹿さんっていうか、まあ動物が全般好きなんですけれども、あとでちょっと触れ合っていきたいと思います。なっちゃんのうんちを待ってます。はい、ということでね、うんこマンが後ろから帰ってきました。おかえりなさい。はい、ただいま。うんこマンが帰ってきたということで。違うよ、観光を続けたい。ないよ、普通のうんち。普通のうんち。違う。本当は違う。本当は違う。せい、うんこ。違う。うんこ。うんこ。違う。うんこマン。もうやばいよ、チャンネルが。うんちチャンネルだと思われちゃうから。応援大使さん、じゃあ、はい、宮島ご案内ください。はい、これからご案内いたします。イェイ。レッコの森。僕のお友達です。可愛いお友達ですね。いい子ですね。僕をうんこです。汚な。友達のうんこなんで多めに見てやってください。お友達なんだ。バイバイ。はーい。1ミリも相手にされてないなおさんでした。この商店街の感じがいいよね。なっちゃんのおすすめはどこですか。やっぱ宮島と言ったら穴子と牡蠣ですね。穴子は何なの。穴子飯。穴子飯か。ちょっといろいろ見てみましょうかね。はい。揚げもみじが美味しいんだよね。そう、揚げもみじは絶対食べるやったから。今から行く。うん、いいよ。揚げも、揚げもみじの場所へ行ってみましょう。レッツゴー。やってないですけど。休業いたしております。もみじ堂本店が 100m 先に営業しているので、そちらに向かいたいと思います。にゃ、いつもお世話になってたのはここの揚げもみじです。お世話になってました。これを食べてなっちゃん届けました。そうです。歩き方がモデルの方がいらっしゃいますね。ちょっと突撃してみましょう。モデルの方ですか。パリジェンヌ安江です。ありがとうございます。どうぞ。マックの匂いがする。揚げてるからだね。はい、おいしい。おいしい。こちらクリーム味です。やっぱね、揚げもみじはね、クリームが一番美味しいと私は思います。何個じゃないの。何個じゃない、クリームの方が美味しい気がする。お茶もね、よかったですね。これってここにしかないんでしょ。最近広島駅にできたという噂がありますね。もみまーん、もみまーん。応援大使さんどうぞ。おいしい。サクサクなんですよ。見てください、このカキ。俺らのやり方だよ。バター醤油とポン酢を買いました。美味しそう。早速食べていきたいと思います。夏美のやり方だよ。いきます。美味しそう。プリ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 、お尻プリ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 。広島でしか食べれませんよこんなの。素晴らしい。ぜひ宮島へ来てください。バター醤油の方も食べます。大きい目が。冬に来るのがおすすめかもね。こういう牡蠣とかも食べれるし、うん、一番美味しい状態かもね。そうね、濃厚です。
コメントありがとうございました。これが厳島神社の大大大鳥居です。今工事中だけど本当はすっごく綺麗なんだよ。そうなんだね。そうだよ。これいつ完成するんですか？来年ぐらい。なんで工事してんの？綺麗にすんの。メンテナンス用。あなただって髪1ヶ月に1回するでしょ。はい、それと一緒。なるほど、わかりやすかった。さすが観光大使。応援大使です。はい、じゃあちょっとここで応援の舞をお願いします。はい、お願いします。はい、声が小さいので、もう一度。肘が曲がってます。もう一回。せーの。いけ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 。これが応援大使の仕事ですか？はい、素晴らしいお仕事です。この仕事を5年、6年ぐらいやらせていただきます。素晴らしいですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、神聖な場所ということでサングラスは取ってやらせていただきます。お願いします。神社の人ですか？してます。はい、喉乾いた。コンビニで行こう。キンキンに冷えたコーラ、ファミチキ食べて気分豪華。車のナンバー隠してハイチーズ。すごい。オーマイオーマイ。ダダ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 ダ。落下の森。厳島神社の中の境内ですね。すごい綺麗だよね、ここね。綺麗だよ。海と神社が一緒になってるってすごいよね。これどんくらい前からあるんですか？ちょっとそれは存じ上げませんね。もっと応援大使？何？わかんないんですか？うん、じゃあ応援しておこう。行け。ふれふれ。はい。はい。恥ずかしい。恥ずかしい。落下です。ラッコの応援です。廿日市の人たちにラッコの森をさ、うん、広めてきてよ。広めてくるわ。捕まえた。31番26番でした。見て聞きました。聞きました。2人とも吉。結果は吉でしたが、なかなかいいこと書いてあったね。勝負ごとには勝つだったりだとか、腰もいいみたいな、病気も長引くけど治るし絶妙だな。商売も売り買いよしって書いてあるから、うん、自分がする方もいいと思うし、買う方もいいらしい。私はさ、売りやぶ、買う飛ぶし、知るべし、買う方がいいんじゃない？じゃあいっぱい買ってやるわ、うん、爆買いババアってこと、うん、じゃあラッコの森チャンネルで爆買い企画をたくさんやります。そしてですね、2022年ラッコの森本格的始動を開始いたします。知らなかった。逆に今年はもうラッコの森頑張るよってこと、うん、勝負の年ですか？そう、勝負の年なので見ててねってことです。はい。虹がかかったひょー、ラッコの森。はい、ということで広島の旅どうだったでしょうか？楽しかったね。楽しかった。エンディングを撮り忘れてたということでね、もう1ヶ月後くらいなんですけど、今改めて撮ってます。応援大使さんがね、案内してくれてとっても楽しい広島旅でした。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。